任務開始。なんだ。
ここから先は通さない。どうした、テンテン。それがガラッと辺りの光景が変わって、さっきまで森にいたはずなのに、どうして。落ち着いて、まずは状況をしっかりと確認するんだ。おや、確かあなたは珍獣ファミリーの一人でしたね。お前は名前がわからない。まあいいでしょう、先を急ぎますからね。あなたに構っている暇はありません。ただ目障りなので、もし次にやったら削り倒しますよ。ヤマト隊長、目撃されたという暁の正体が分かりました。そうか、一体誰だったんだ。その名前は不明というか、ガイ先生が知っているけど忘れている。おいおい、報告はもっと簡潔にしてもらわないと困るよ。すみません、その水遁系の忍術を使ってくる、鱗のついた大きな刀のようなものを持っている忍びです。以前砂隠れの里へ向かう途中に交戦した。外藩と交戦ということは貴様だな。よし、任務の初期目的は果たしたから、すぐに戻るように。ここがどこか分かりませんが、里への道を探してみます。任務開始。あっちだ。ここから先は倒産。覚悟。なんだ。
倒産。いたぞ。こっちよ。くらえ。ふっはった。はっはっは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 。見つけたな。見つけたな。行っても里への道がない。まあいいでしょう、先を急ぎますからね。あなたに構っている暇はありません。ってことはここからどこかへ行くということ？花暁は出口を知っているのかもしれないわ。ここから先は倒産。こっちだ。おい、どっちだ。かー、覚悟。いたぞ。そっちだ。見つけたな。それそれ。ふっふっは。ふっふっは。ふっふっは。それふっふっは。いたぞ。次に会ったら削り倒すと言いましたよね。やるしかないわね。いざ尋常に始め。
興味はね。いけば。太陽の術。なんな。見た目ほどでもないのね。